皆さんこんにちは、お疲れ様です、淡井圭介です。本日、2024年1月23日、22時13分、ボクシング界やの、関係者の皆さんや、ファンの皆さんへのメッセージ、有利選手、那須川天心選手、寺地健志郎選手、皆さん、勝利できておめでとうございます。今日の試合、有利選手、動画を見ながらの参加、プライムビデオ、それはまだ無料のね、その部分が使用してなかったから、今回プライムビデオで行こうと思って、有利選手のね、試合、10ラウンドあたりから、参加したような形ですね。だからそれまでに一応見てなくても、見てないなら見てないでの、内容っていうのはあるんですよ。その副首相の話とか、王の話とか、王の方はボディブローの方ですけども、言葉だけをしっかりと組み上げておくと。だからそれはそれで、エシュロンかどうだとか、テレビの画面見てなくてもね、一応その言葉をあらかじめセットしてる部分とかはありました。で、10ラウンドの頃に、参加して、どうなんでしょうね、途中まで1ラウンドから10ラウンドまで見てなかったので、なんとも、9ラウンドまで見てなかったので、なんとも言えないんですけども、10、11、12でだいぶ大きく変わりました、その有利選手。有利アクイ選手ですかね、最後。お子さん2人、勝利した後抱っこして、記念撮影されてる時に、子供がいたんだなってこう、思って、でいるっていうことを、しっかりと、返答されてたと思うんですけども、世界タイトル戦しっかりと、取れたっていうのは、大きいんじゃないかなと思います。で、動画でもフルバージョンのものが YouTube とかで上がるのは、ちょっと時間かかるんですかね。だから試合の検証とかしてはみたいんですけども、ちょっと時間が経過してからですよね。那須川天心選手の試合に関しては圧倒的でしたね。ボクシング、頭の中とかしっかりかすれてたんですよ。で、入場の時に那須川天心選手、見てるよ。って言ったんですよね。だからそういうふうなところが証言として一つ有効に働いてる可能性がある。僕はね、見てるっていうところが、で、頭の中とか比較的にしっかり渡せてましたし、あと、ボクシングの試合の仕方自体がうまいですね。もともと K1 としてのその試合運び、試合の仕方が、再現できてるんじゃないかなと。しっかりと相手との前測って、相手のパンチの距離見て、で、自分はもうほぼほぼ無駄な動きを、全くしてない状態でしたよね。不動というか、地に足をしっかりとつけて、余分な体力の消耗を一切しない。で、最初のうちは堅実に相手の腕の出方と距離測る。もう、正直もう1ラウンド終わった時点で、もう相手のしてくることも分かったでしょ。もう僕もそうなんですよ。見ていて、頭の中で貸してる時も。で、左の、ボディが、威力のあるのが、しっかり入ると。試合の途中で、相手が、カウンター狙いになって、見始めた時とかですね、あまり手数が少なくなってきた時は、細かい連打とかを頭の中に描いたりしてたんですけども、それが第3ラウンドか第4ラウンドあたりだと思うんですけども、どうなんですかね、そのあたりとかは。それは意識ありますかね。その瞬間動き変わってるんですよ、細かいパンチに。その辺のところはこちらと那須川天心選手がうまく噛み合ってるっていうのはすごく感じましたね。だからその辺のところで、最初入賞の時に見てるとか、何かそういうことを言ったりとか、あと、那須川天心選手、リング上がる前に、自分で言葉の組み合いをしてましたよね。だからその辺のところを、両方とも行ってる。だからそういうふうなところもあるのかもしれないですね。だから正直、試合を行ってる時の感覚って、井上尚弥選手の時の、
試合感覚に似てるんですよ。リズムのボクシング。もう相手、今日の那須川天心選手の試合だと、もう第3ラウンドぐらいから相手選手もう何もできなくなってきたじゃないですか。で、そこに、ちょっと細かい、パンチ、細かいっていうのは、その、的確に当てる。とにかくまずしっかりと、当てる。ガードじゃないところから。で、それで相手の動きを完全に止めてしまう。そしたらもう、相手に残ってるのは、もうただひたすら後ろに下がってのカウンター狙いだから、いいとこ威力のあるカウンターを打てるとしたら、もう最後下がりきっての、もうしょうがないで踏ん張っての足腰をしっかりとつけて、後ろに下がりながらのカウンターなんか絶対威力ないじゃないですか。だからもうそこまで行くと怖さ全くないですよね。で、堅実なボクシングで、ずっと試合を組み立てている。だ相手が勝てる要素はもうどこにも見当たらない状態で試合、もうほぼほぼ3ラウンドが終わった時点で出来上がってたから、あ、これは相当強いなとは思いましたね、那須川天心選手。あ、これは強いわと。まあ、その、世界ランキング、その、14位の人があくまでも相手でしたから、例えば、有利選手の相手は、無敗の世界チャンピオンが相手、ということだったから、まあ、その辺のところを考えたら、まあ、世界ナンバーワンになる身からしたら、まあ、当然の試合運びなのかなと思いましたけども、まあ、実力差が、歴然と、現れてるような、まあ、試合に見受けられましたね。もう完全に相手ができることが何もないっていう状態で。そこまでは、良かったですよね。で、寺地拳四郎選手の試合ですね。最初、最初はちょっと押し気味だったんですけども、寺地選手もパンチをもらったりとかがあって、結局第4ラウンドが終わった時点で、カニサレス選手の方が、リードしてるという判定の、審判の方が2人と。で、そこから巻き返しに行くような形で、8ラウンドが終わった時点で、今度は、寺地拳四郎選手がリードしてるという判定の審判が2人と。で、まあ、最終的にそこから、セコンドの人たちの、指示に、寺地拳四郎選手がしっかりと従って、ってという形ですね。まあ、それでポイントがリードしてるから、ポイントリードで、ベルトを守ろうと。まあ、そういうふうな選択肢をされたみたいですね。まあ、ちょっと僕の方は、打ち合って勝ちに行こうとか、そういうことを意識していた時とか、やっぱりちょっと、当たってないんですけども、ちょっと危なかったりだとか、そういう部分があるんで、そこで考え方チェンジして、戦い方は、寺地拳四郎選手にお任せしますに変えてたんですよね。で、頭の中を貸すことに集中してたんですけども、もう、なかなか頭の中貸せなくなったんですよ。しっかりと。渡せなくなった。その辺のところですね。だからちょっと、正直、寺地拳四郎選手の試合は、こっちはですよ。こっちはちょっと軽くどうしようっていうのはありましたね。けど、勝ちに行く気持ちっていうのは全然泣いてないんですよ。ただ、その頭の中はうまくいかないと。その辺の部分で、僕の方が、何を見破れば、何を解除すれば、頭の中はしっかりと選手の方に行くのかっていうのが、それは分からなかった。ただ、頭の中行ってない時、腕の力の方が行ってたりするのは一部見受けられていて、8ラウンドまでは、その辺のところは全体的にうまく稼働してたんですよ。だからちょっと、寺地拳四郎選手の今日の試合はちょっとヒヤッとしましたね。けど、皆さん、しっかりと、チャンピオンベルトを得れたり、王座を、防衛できたり、
世界ランキング、順位を4位の方を倒したわけですから、世界ランキング、世界ランカーとして扱われるのかどうか、ちょっと僕もよくわからないんですけども、今後どういうふうな判断を下されるかだと思うんですが、次の試合も早くするっておっしゃってましたし、もしかしたら年末ぐらいに世界タイトル戦早かったら組めるんじゃないですか。その辺のところは、ライジンとかの知名度云々のところとかも、もしかしたらカードを組みやすいような、一つの要因になるかもしれませんし。この後の動画で先ほど撮影したんですけども、那須川天心選手の試合だと思うんですけども、試合がね、このものだったらちょっとはっきりわからないと思うんですけども、指に軽く切れ込みが入ってるんですよ、試合終わった後。で、そういう現象は、たまに見受けられるのであって、その辺のところをね、詳しく説明してる、iPad の方だったら綺麗に映るんで、そちらの方で、見えやすく、撮影しています。動画つなげておきますんで、このままご覧になっていただけたらなと思います。とにもかくにも、ちょっと次の動画ね、あまり聞くと、ちょっとこういうような言い方で言わなかったら、聞いてる方の人たちみんな引いちゃうから、本当に。3名の皆さん、おめでとうございますと。最後、寺地健翔選手をしっかり防衛できて、本当もう人心地ついた。で、正直ね、那須川天心選手の試合があんまりにもうまくいきすぎて、ちょっとその後僕に慢心が、あったのかな、どうかな、という部分かもしれないですよね。一つの、自信とかにはなるんですけども、今日は勝てるっていう、感覚。それがあったら試合最後まで投げ出すことは絶対にないとか、だから、どっかで何か、ものすごい力の差とかを見せられたときに、それでも最後の最後まで諦めないで勝ちに行くかっていう、その辺のところ、それってものすごく重要なんですよ。野球の世界でもそれは存分に経験してきてるんで、去年のワールドベースボールクラシックもそうだったと思いますけども、決して簡単な試合ばっかりじゃなかったんですよね。相手に3点リードされた時とかもありましたから。一瞬もお客さんの空気とかって、表情で現れてくるじゃないですか。あ、ダメなんちゃうかって思ってる人たち。もう勝ちに行ってる時の僕、頭の中で負けることは全然考えてないんですよ。3点差取られようが。絶対勝ちに行くからって。もうそのための手段を全力で考えて、頭の中をしっかり貸す。で、どうすれば、勝てるか、相手ピッチャーの状況だとか、そういったことに、分析することに、全力を尽くすと。だからだからその辺のところは、ボクシングとか、他の格闘技でもそうだと思うんですけども、今日の那須川天心選手と、その相手選手の試合みたいに、明らかに試合のもう3ラウンドぐらいから、もうどちらが勝つかもう目に見えてはっきりしているような試合って、なかなかないじゃないですか。基本的に、僕が取り組んでるのその世界チャンピオンとの試合とか、防衛戦とかなので、そう、なかなかっていう部分があった中で、自分に少し慢心があったのかな、どうかなというところですね。ただ、頭の中は渡しにくくなったっていうところが、ちょっと一つの懸念ではあるんですけどね。その辺のところ、仕組みっていうものを解明していれば確実性が飛躍的に上がってくると。こういうことなんですよね。だって、打ち合いとかでも負けないんですけどね。寺地健翔選手も、カニサレス選手、すごく大振りだったんでね。早いラウンドでカウンター取れたじゃないですか。そのままの勢いでいけそうな感じだったんですよ。だけどそこで、僕の中で、
勝利を確信しすぎて、少し慢心が生まれたのかもしれないですね。威力あるパンチを打ってくるのは分かってるんですけども、それ相応の対応の仕方とかみんな知ってるはずだし、僕もなんとなくで分かるんですよ。明らかに大振りだから、最初の頃すぐにカウンター取れたから、それそうなるでしょって、そんなに大きいの、いや、細かいパンチある程度混ぜんかったら、絶対そうなるから、まあ、本当は、早いラウンドで、そのまま、寺地拳四朗選手が押し切っていけるような、まあ、試合に持っていけるはずなんですけどね。もうちょっと話長くなりそうですから、もうこれぐらいにしときますね。まあ、この後の動画で、その指先のところね、はっきり映ってるんで、まあ、見ていただけたらなと思います。以上です。皆さん、どうもおめでとうございました。切り込みが那須川天心選手の試合の時か、優里選手の試合の時ですね。多分那須川天心選手の試合終わった後確認したら、いつにか切れ込みが入ってる。今年河川水門会式玉発電のその撮影行った時で、その篠山っていうところが、神戸市の北の方に三田市があって、その次が篠山市なんですけども、その辺りからの河川水門会式玉発電の撮影行った時が、手袋の中に手入れてるのに、指にどんどん切れ込みが入っていって、出血してると。まあ、指先がもう血で真っ赤になってる状態だったんですけど、まあ、これがもう縦にね、なんかワールドベースボールクラシックの欠陥とか言い出してた、その内容かな、何なのかなっていうところで、僕もちょっとよくわからないんですけども、まあ、これがね、神がかり的な力による作用なんですよね。これがちょっと怖いところで。まあ、この動画を見ていただいて、その指に実際こう切れ込みがちょっと入ってると、そういうふうなところが、まあ、本当の話なんだなっていうところをご理解していただけたらなと思います。で、もし那須川天心選手が髪の毛を染めてなくて、現場でコンピューターグラフィックで髪の毛が染まってるようになってるんだったとしたら、だから嘘でも相手を傷つけることができると。で、これはもうスポーツの勝ち負けでも誰かに任せてしまうと、特に髪の毛染めてる人、淡井圭介はとんでもない、目に遭います。神がかり的な力で、ね、例えば、ヴィッセル神戸が、3位になった年、今から数年前なんですけども、杉浦祐樹という、NHK のアナウンサーが、まあ、スポーツアナウンサーだったと思うんですけど、まあ、女性でね、任せたりしていたのが、多分今思ったら原因だったんじゃないかと。まあ、イニエスタ選手を呼んできたりとか、いろいろあったんですけども、100発100中で、試合のある日、こむら返り、肉離れって言ったらいいんですかね、もう家の中でのたうち回ってます。もう痛すぎて、本当に。走ってないのにですよ。過度なトレーニングとか何もしないのに。それはその1試合ある日、100発100中。だから選手、まあ、その頃日本代表、サッカー日本代表もそうなんですけども、最後の最後まで走り切るだとか、だからそういうふうなことを解説席でも言ってるし、まあ、僕自身も言ったりとか、していました。まあ、動きを見ていたら、最後まで全力で走っていったら間に合ってたんじゃないのかっていうのは結構あるんですよ。だからそこの辺のところでもともとそういった内容をクリアしていたら点が入っていたんじゃないかとか。惜しい場面いっぱいありましたから、ある程度紙一重みたいなところもありますんで、まあ、その辺のところが選手に負担をかけさせてる部分が、まあ、僕の体に来てるんじゃないかなと。で、これね、今日のその那須川天心選手もボクシングの試合中、まあ、途中で相手選手が試合を、まあ、テクニカル KO なと言って、たらいいのか、まあ、何のか、試合を棄権したのか、ちょっとまあよくわからないんですけども、まあ、とにかく那須川天心選手は勝ちましたと。相手選手は、まあ、右足首みたいなことになってましたけど、その前に、ちょっと前に、右足か左足、どちらかおかしなりませんでした。なったでしょ。で、試合中、僕もね、左足の方のふくらはぎがこうちょっとつりそうになってる。軽くですよ、ほんの軽く。だから、それぐらいだったらあんまり大したことないんですけども、サッカーの勝ち負けで言うと、100発100中でもう家の中でのたうち回るぐらい、こむら返りというか、こう肉離れというか、
それがもうすごく今考えたら、まあ、怖い内容でもあるんですけど、去年のペナントレースもハリー杉山っていう男性が、テレビに出てる時に、その正直ね、そのスポーツの勝ち負け、ペナントレース中できつくて、メジャーリーグの試合ともありましたし、で、まあ、日本代表の他の試合もありましたし、それで任せてしまった時に、やっぱりもうこっち肉体的にすごく激痛を伴うような現象が発生してるんですよね。だ髪の毛は本当に染めないでほしいんですけども、まあ、コンピューターグラフィックの可能性もある。だその辺のところがね、ちょっと、まあ、気がかりなところではあります。まあ、映像として iPad で撮影した方が、指先のその切れ込みが入ってるところ、それはしっかりと見れるんで、これがね、ああ、その河川水門鑑識台も発生、篠山市に撮影しに行った時は、もうペナントレース終わってた頃だと思うんですよ。で、その日もこれといった試合、心当たりなかったんですよね。それでも、右手の、その、まだこれが人差し指なんですよ、その時。縦にね、こっからここまで切れ込みが完全に入って、もう血だらだら流してる状態でしたね。だまあ、そういう現象があるんで、まあ、とにもかくにも、意図的に髪の毛染めるのは、皆さん本当にやめてほしい。っていうのがありますね。まあ何が原因か正直わからない。ワールドベースボールクラシックの方でも、まあ、血斑と言いながらね、まあ、朱肉を使った、その指紋のね、まあこう、押してるものがね、あったんですけど、わかんない。その、普通、神がかり的な力であそこまで皮膚を裂けたりしないから、その辺はちょっと僕もいろいろ、ヒヤッとしましたね。あと、今日の寺地健次郎選手の、まあ先にこれは後か、先に撮影していて、今から、まあ3名の選手、優里選手と、那須川天心選手と、寺地健次郎選手の、コメントを、今からしたいなと思います。だから順序を見てるときは順序逆だと思いますけども、まあとにもかくにも3名とも勝ててよかったなと。いうところです。まあ今から、撮影したいと思います。順序は逆になると思いますけども、以上です。